おはようございます。また雨かい。洞窟行こうかな。今日は雨なので水やりはしなくて済むよ。お、なんか引っかかってるね。謎の生物。何これ？ひひん、カタツムリ。え、渦巻き状の殻に住む軟体動物、世界中に分布している。世界中に分布してるって改めて言われるとすごいなって思いますね。多様性、カタツムリの多様性とか、魚を24種類釣り上げる。もうそんな。というか、カタツムリは魚なんかいっていう感じで、一回カタツムリをちょっと、あ、おはよう、おはよう運動しないとね。カタツムリを、一旦保管して、かぼちゃの塩漬けも保管して、ウニいつの間に持ってたんだ。あれ、コンテストの時にウニ、そっか。なんかいつの間にか手に入れたのかもわからないものが結構出てきましたね。よし、じゃあニワトリさんたちちょっと訪ねて、で、キノコ、はよう、キノコを見よう。雨の日は水やりしなくて済むから楽だけど、音楽がなくて寂しいね。よし。一応掲示板見てこようかな。洞窟に潜ると言っても、一緒に何かできるかもわからないので。 OK、 また鉱石を取ってこいとか、そういうやつがあるかもしれない。よし、音楽ないな。音楽欲しいよ。帽子には合うな、この雨は。あ、アメシスト、はい、アメシストは持ってたっけ。ペニーが感謝する。ペニーってどなたですか。そしてカレンダーを見て、まだアビゲールの誕生日からはそう経ってないんだね。もっと経ってるものかと思ってた。そしてデカ掲示板も見てこよう。先日はソースの女王が新鮮なブドウを食べているのを見ました。今や世界中の誰もが欲しがっているのです。季節の終わりまでに100個のブドウを出荷した人にはペリカンタウン農業基金から報酬を受け取ることができます。原因はわからないけど、タイガートラウトの数が異常なほど増えてるんだ。数を減らすためにこの土地の釣り人の助けを借りたいんだ。釣りか農業かって感じだね。このブドウチャレンジやってみたいけど、100個出荷できるかな。12日で100個か。無理そう。無理そうだから釣りにしよう。よし。多分4日に1回、あ、4日に1回、どれくらい植えたっけ ?6 個植えてたとして、12、100個は届かないね。よし、じゃあ洞窟行こうかな。このルートから行きましょう。よし。装備、買おうかな。お金あるし。装備買うか、ロディのお店で、ロディのお店で何か買えるかもしれない。ちょっと見てみよっか。またリフォームとかできるかな。リフォームする必要、家アップグレード、5万ゴールド、家。そして鳥小屋、4000ゴールドだね。鳥小屋用の動物を 4匹買える。へー、撤去とかできるんだ。あ、家畜小屋だ。これいいね。これやりたいな。
浄炉に水を汲める。ちょうどいいとこに池があるから。これにしよっか。お願いします。これを、この壊れたところって、上書きできないのかな？これってなんであるんだろうね。どうしよう。ああ、石が邪魔だな。ここがいいかな。下がいいかな。あんまり家から遠いと嫌ですね。松明が邪魔になってるね。この岩さえなきゃって感じだな。じゃあ岩をちょっと、岩を崩すか、明日にしよう。そんな急ぐことはないので。で、これいいね。米を製粉。農屋。魚のいる池。小屋。お友達のお家。助成金。お友達か。スライムを20匹買える。スライムボールを作る。おぉ、硬い木。あ、なるほどな。いろいろ察し。そっか、まだまだできることはたくさんあったけど、それに気づけていなかったね。じゃあちょっと岩をどかして、明日、今日は洞窟に集中しよう。洞窟でどれだけ深くまで行けるか。よし。あー、また岩だな。あ、当ててよかった。よし。音楽を聴きに来たみたいなところもあるので。あの岩は建てるときに一緒にどかしてくれればいいのにね。そうすればすぐに建てられるのにね。それにしてもいつの間にあの岩はできてたんだ？前からあったっけ？そんなの。タンタタン。全然出ないね。今回は鉱石の採取じゃなくて、あ、出た。でも骨は倒していきます。次の回へ進むだけなので。よし。あ、金だ。金は集めたいね。悲しげだ。アメシストってなんだろう。見つかるかな。アメジストなら聞いたことあるんだけどね。それとも発音の違いだけなのかな。英語をカタカナに変える際の解釈の違いみたいな。ちゃん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 。音楽すぐやめちゃうのをやめて。音楽もっと欲しいな。よし。イエティの涙。イエティの涙っていうくらいだからもっと見つからないもんかと思ってたけど、結構手に入るよね。テン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 。どういうタイミングで次の回への道を作ろうかな。フローズンジオート。あ、さよなら。敵が出てくる前にさっさと次の回に行くんだ。 OK。 わ、こういうのいいね。最初から分かりやすい。別に倒さなくていいか。あ、リリリリー、防火ブーツ。防火ブーツだってなんか良さそうじゃない。防御に向こう1。
防御さん、無効さん、いいね。そういえば武器を買うとかって言ってたのに80回まで行けたのでちょっと武器を見てこようかな。おーし、うん、アビゲール上手だね。なんでそっから出てきた上からじゃなくて、なんでそっから出てきた。やあアビゲール、こんな雨の日に何してるの。この天気を楽しんでるんだ。これがいいな。実際そうじゃないけど、そうね、あなたならこのくすんだ空模様の良さがわかるかも。いやー、気が合いそう。私は一人になりたくてここに来たの。ごめん、すぐ行くからでもまああなたが一緒でも別にいっか。よかったよ。ねえ、びしょびしょじゃん。こっちで雨宿りしなよ。なんか進展があるかも。わあ、なんて言ったらいいだろうね。空のカーテンが静かな湖の上に降り注ぐのを眺めてるこの感じ。ハープ、そんなの持ってた。わあ、ミニハープじゃんびっくりさせっぱなし、させられっぱなし。ハープなんて持ってなかったよねあ、しかもうまい。練習していないのに社畜時代に現実逃避するために始めたミニハープ、ここで役に立つとは。いやー、何もかもがなんかうまくいってる。アビゲールとは今日のこのイベントでは何もかもがうまくいってる。このホタルっぽいものの下に影ができてるの不思議だね。いやいやー、進展あるかな。なかったね、進展は。もっとプレゼントを送らないといけないのかな。こんにちは。靴を売って、でクレーモアの代わりのものを探しに来ました。クレーモアが20から32で、あ、骨の剣が強いんだよね。どうしようかな。でも骨の剣かっこよくないんだよねかっこよくないんだけどロマンだよね。強いものにしよっか。20から32、速度が下がるんだよ。ただ速度は別にいいかなって感じもするし、速さが速いのか。えい、買っちゃえよし、やってみよう。早速、剣ってあんまり使わないけど、使うけど、そのなんていうか、あんまり重要視してなかったから。お、なになになに、急にやばい、急にやばい、急にやばい。そして赤い石が現れた。別に赤いからってなんかあるわけじゃないんだ。あ、早いね。あ、振ってみるとかっこいいじゃないか。シャッ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 シャ、急になんかランチョンっぽいというか、いい癒しの音楽とかなさそう。ここに出てたやんか変な鉛も出たところで、よし、キノコも取ろう。謎の生物がいっぱいいるし、叩いてそのダメージが入ってる感じがしないのもちょっと不安要素だな。うわー、ノックバックしない、恐ろしいこれトッパーズかな、金かな。あ、金だ。
ここまで来ると金が安定して取れるようになりますよって感じか。よし。へー、なんか撫でてる感じ。持ち物いっぱいですだって。え、わー、松明捨てようかな。で、他に何か。人参食べよう。次に何か必要なものが出てきたら食べよう。よし、次の入り口。金がいっぱい取れるのはいいね。わあ、またツルハシを強くしないといけなくなったから。いやー、必ず食らってしまう。音楽が完全にダンジョン用。チンチンチン。うおー、鉄鉱石。これなんだろう。何がいらないかな。あ、食べよう食べよう。はい、マグマジオードだって。なんかいいもの出てきそうだね。トン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 、2回だ。マグマジオードだから多分赤いやつからしか出てこないんだろうね。ここ戦いづらいな。全然当たらないや。ノックバックしてくれ。やばい、 HP がやばいね。ちょっと、いや、戦いたくないな。やばいよ。なんだこれは。防御がマイナス8。どう。闇の結晶、闇のエネルギーを叩いた。小刻みに震えている。はあ、このスライムに殺されそう。13も食らうのか。やばいね。ウィーカ、目を覚ませ。ライナス、わしが通りがかって、次からもっと気をつけるんだよ。ありがとう。1600ゴールドを紛失した。へえ、石は取り返したいね。石と石炭は取り返したいね。ちょっと、わあ、やってしまったなあ。すごいお金が取られてしまった。回収サービス、石。お願いします。はーい。わあ、なんか、税金がっぽり取られた後みたいな、そんな気持ちになりましたね。自分のミスだよ、しょうがないかもしれないけど。でもそこまで取らなくてもいいじゃんって感じですよね。じゃあ帰りましょう。今日はもう荷物をしっかり整理していかないと。あ、これであれだ、家畜小屋建ってられなくなっちゃったかな。5000でしたっけ。あれ、石はとりあえず割っておこう。骨の剣とか買うんじゃなかったな。そんなに急いで必要でもなかったし。買うんじゃなかったよ。あー、働きすぎちゃった。どうしよう。歩いて帰ろう。で、荷物を整理しよう。いやー、今日はいいことも、いいニュースと悪いニュースがあるっていう、そういう感じだね。よし、まず鉱石箱から。フローズンジオード、そしてマグマジオード、
あとモンスターアイテム、モンスターアイテムはモンスターアイテムで集めとこっか。うん、他のやつはここに入ってるはずだから。フローズンジオードも入ってたね。あれないや、どこだっけ。ここスライムとか、あれ、どこ入れてたっけ。とりあえず、よいしょ。コウモリで、さっき落としたかな、一緒に。どうだろうか。これもモンスターアイテムだね。光の結晶。で、金があって。あれ、行ったり来たりしてるけど。あ、虫の肉。で、骨。あとは、ないかな。あ、光の結晶。そして、なさそうだね。テリーボム入れとこう。まとめてドコンできるものはドコンしとこう。ドコン。よいしょ。ドコン。アイテム常に持ってると危ないね。だから、延べ棒とかも入れちゃおうか。鉱石とかも。古代の種とかも。入れちゃおう。あとで、その、あれだね。寄贈するときとかに出そう。よし。これでだいぶ、荷物は減ったかなって感じで。石のコレクションが、あれだけの量の石を集めるのって大変だよね。あ、でも石ってすぐに集まるか。そんなに、取り返すほどのものでもなかったかな。それよりも石炭の方が重要だったかもしれないね。わあ、やらかしてしまったかもしれない。じゃあこれを、よいしょ、入れて。今日は寝ましょう。いやー、ちょっと強い敵が出てきただけで、強い剣を持ってるとはいえ、ああ、大変だった。さあ、今日の売り上げは少ない。支出の方が全然多いね。